とも妖怪ウォッチ専門チャンネルです。妖怪ウォッチプニプニの今週のスコアアタック、キャプテンサンダー登場してます。すべてのアイテム選択してやってみましょう。今回はパーティーにウサピョン入れてます。ウサピョンの化け物 VS ウサピョンって感じ。スコアどれぐらいいくかな、頑張ろう。相性いい花坂じいさんも入れてます。どのプニが多いかな。アルファピオン結構花坂 G、 とりあえずフィーバー入る前に必殺技受けるようにしておきたい。あとヤマタンも大事だよな、スコアアタック。あ、ガブニャンとかも出てきてる。いよいよキャプテンサンダー登場。あとはフィーバーになればいいんだ。カギオロチいきます。カギルヤマタのオロチ、オロチさんいきます。そしてウサピョン打っちゃって、極太ウサビー。あとヤマタンもいきたいな。ヤマタン、チマイタン、プニ4つぐらいかな。フィーバー中にできるだけ必殺技打っておこう。カラーはもっと残り31秒。どのプニ多い、遠くで話してみながら。ヤマタンいきます。残り22秒、スコア160万ぐらいか今のところ。先にヤマタンの方がいいか、じゃあ先に花坂 G か。花坂 G でスコアアップにしておいてからのウサピョン、極太ウサビー。あと何いけるかな。残り12秒、スコア200万超えてきたけど。あ、ヤマタン結構いる。いいとこでフィーバー来たね。花坂 G とこう。残り4秒、フィーバーも残り4秒ぐらい。ウサピョン、あと一発ぐらい誰か打てないかな。オロチさんとウサピョンいけそう。1回目の延長いきます。スコア300万超えか今のところ。あ、オロチさん頼む。オロチは打っときたい。タイム玉もあるしね。まずタイム玉で、やば、残り2秒、ヤマタン来るかな。残り1秒、厳しい。プニ消すだけかな、どうしよう。お疲れ様でウィッス。特殊ボーナスとアイテムボーナスでスコア427万です。ちなみに全体ランキング見ときます。ケイト君427万で6124位です。